黒山島は、全羅南道新安郡黒山面にある島。木浦市の南西の方向 97.2km にある。面積は1 9 7 k ルで、人口は2001年現在3133人。黒山島南東部のサリコを統一白木時代の828年に、長歩港が太い島に清見鎮を設置し、ここに城を築きながら、 村が形成され始めた。李氏朝鮮の縮層の時期に黒山鎮が設置されるなど西南海岸の国防基地だった。1969年に新安軍に編入された。黒山島という名前は遠くから見ると山と海が青黒く見えると言って付けられたと言われる。島全体が山地で成り立っている。近隣の紅島、田物島、大島、長山島などと共に、 黒山群島をなす。西2 4ロメートには、ルには紅島が、南3 0トルには上苔島、中苔島、下苔島などの苔島群島が、南5 0トルには小中間群島が、南西7 0トルには架橋島がある。ぼうたる大海にある島なので、古くから流廃地として使われた。低和河川がカトリック迫害問題で、ここに流泰され、 長い間とどまりながら、サンウオフを書いた事実はよく知られている。李氏朝鮮末期の受学者、蔡益紀元も、黒山島で、流泰生活をした。蔡益紀元と、定和河川の遺跡地が残っており、長歩行が築いたという伝説のある上田山城は、全羅南道指定文化財である。石中大門という像の形の岩は、 海の上に石で建てた大門のような形状で名所の一つである。多東海海上国立公園の一部に指定され観光客たちがたくさん訪れている。海産物ではガンギエーが名物である。リーヨシコのヒット曲、黒山島娘は黒山島を背景にした歌である。黒山島の本島である大黒山島にはこの歌の歌碑が建てられている。ありがとうございます。